はい、皆さん、こんにちは。ぜひこれ。それでは今回なんですけども、PayPay セブン銀行 ATM で200円相当がもらえるキャンペーンのエントリー方法を解説ということで、本日から始まりました PayPay とセブン銀行 ATM のキャンペーンですね。以前動画でもお伝えしましたが、今回は僕も実際にエントリーしてみたので、それを踏まえて解説をしていきたいと思います。ということで早速おさらいなんですけども、こちらですね、 ATM で現金チャージが始まるキャンペーン、総額5000万円相当が山分けということで、今日の7月の11日からスタートして8月の10日までとなっています。今回のキャンペーンの参加者が25万人以内であれば200円相当、25万人を超えたら5000万円を参加者で割ることになるので200円相当を下回ることになります。ちなみに参加者が5000万人超えの場合は付与額は1円となっています。いやー、もう前回のリレーウォレットのキャンペーンもあっという間に終わったので、これも情報が回っていくとかなりの人数になりそうですよね。早速エントリー方法なんですけども、僕も実際にセブン銀行 ATM に行ってきまして、少しブレてはいるんですけども、セブン銀行 ATM の上の方の液晶に QR コードが出ているので、それを読み取るだけで大丈夫です。読み込んだらこのような画面が表示されて、キャンペーンのページが表示されます。あとはメールアドレスと電話番号を入力、そしてエントリーボタンを押すだけで大丈夫です。そしたらエントリー完了のお知らせメールが届けばエントリーが完了ということですね。そしてその後の流れなんですけども、2019年8月下旬以降にまず PayPay から E メールが届きます。そしてその後に E メールの案内に従って PayPay の残高を受け取るという流れですね。今回のキャンペーンをまとめると、セブン銀行 ATM でまず QR コードを読み取ると、そして読み取ったらメールアドレスや電話番号を入力してエントリー、8月下旬以降に PayPay よりメールが来ます。そして1円から200円相当をゲットですね。そしてセブン銀行 ATM で入金はしなくても OK ですね。以前ですね、PayPay 側に僕の方で電話をして確認したら、今回の山分けキャンペーンでは入金をしなくても大丈夫ということを聞いたので、なのでエントリーだけでも大丈夫ですということで、今回はセブン銀行 ATM と PayPay のコラボキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。もらえる額は結構少額ですけども、セブンイレブンにですね、少しでも寄った際にエントリーするだけでもらえますので、試しにやってみるのもいいのではないのかなというふうに思います。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。